おはようございます。ですね、イタリア、ミラノ中央駅に来ております。今日めっちゃいい天気ですわ。昨日夜土砂降りで雷もすごかったんですけども、雷が過ぎた後晴天が広がります。はい、ということで今ミラノにいるんですが、今から日本に帰ります。でこのイタリアのミラノから日本への直行便というのは現状ないんですよね。まあ、今年中に ANA が羽田空港線を運行開始するということで、まあ、直行で来れるようになるんですけども、今はありません。なので、まあ、どこか経由して、ね、帰ることになるんですけども、今回ね、何の航空会社で帰ろうかなと、まあ、いろいろ考えた結果、昨日決めました。まずはですね、スカンジナビア航空を使いまして、今から東ヨーロッパのポーランド、ワルシャワを目指します。で、ワルシャワから日本、東京成田空港まで LOT ポーランド航空が直行便飛ばしているので、今回それでね、日本の方に帰ります。はい、ということで今回の動画はですね、まずはワルシャワまで今から向かいます。今ミラノにいるんですけども、ミラノのマルペンサ国際空港ですね、こちらの方まで移動して、スカンジナビア航空、現在はスターアライアンスですが、まあ、今後スターアライアンスを抜けて、スカイチームになる予定の航空会社なんですけどもね、こちらのエアラインを使って、ワルシャワ目指していきます。はい、ということで本日もよろしくお願いします。いや全然ね、もっと痛い、至りないんだけど、もう日本帰って仕事もあるので仕方ないね、帰ります。はい、また気が向いた時に行きましょう。マルペンサ空港まではマルペンサエクスプレスっていうね、特急列車で移動するんだけど、だいたい30分間隔で運転されてるんですよね。でこちらの券売機で簡単に切符買えます。はい、マルペンサエアポートターミナル1って書いてるボタン、ワンタッチするだけですね。であとは日付とか時間を適当に選ぶだけ。次ね、9時25分発なんだよね。8時55乗りたかったんだけど乗れなかった。10時16分着か。今回飛行機11時20分発なんで、かなりギリギリになるな。あんまおすすめしない。もっと時間に余裕を持った行動って感じなんだけども、まあ、とりあえず今回航空券、モバイル搭乗券でも出してるので、まあ、間に合うとは思う。オンラインチェックインも終わってるしね。で、あとはこれタッチするだけですね。大人は13ユーロで、ユース、まあ、子供ですね、4歳から13歳は 6.5 になります。往復で買うとね、割引も適用されますね。はい、ということで、まあ、一応切符は変えてるんで、これで乗ることができます。はい、では行きましょうか。窓口もあるんだけど、基本的にね、トリニタリアの窓口いつも混んでるので、結構夏よね。日本の緑の窓口と同じです。切符売り場出てきました。こちらですね、トリニタリアの横にある窓口ですね。はい、こちらで空港行きのチケット、マルペンサエクスプレスの、ね、切符買うことができます。こういった券売機は基本トリニタリアのやつなんだよね。なんか微妙に違うんで、この窓口目指して来てください。で、あとはこれ上上がっていくとホームの階になりますね。あと30分ぐらいあるんですけども、まあでも言うてどうしようかな。もう今回ラウンジ行く時間ないので、この感じだと迷うね。で、ちなみに今から利用するのはスカンジナビア航空なんですよ。で、こちら北欧の航空会社なんですよね。で、今僕がいるのはイタリアです。で、目的地が東ヨーロッパのワルシャワ。つまり何が言いたいかというと、直通では行けません。一回デンマークのコペンハーゲンに一回寄ります。コペンハーゲンを経由して、最終目的地のワルシャワまで行くということで、今から国際線で2レグ乗ることになるんですよね。まあ、もう今回はどちらもスカンジナビア航空なんで、もう一つの動画にまとめようと思ってます。ミラノ中央駅にはマックカフェ付きのマクドがあるんで、ちょっとここで朝マック食べておきます。はい、今の時間空いてて言えば、ここ昼間来るとえげつないぐらい混んでるんですよね。ポテトとあとチーズバーガーと、コーヒー買いました。あんまお腹減ってないんでね、それぐらい軽く済ませておきます。ここマックカフェ付きなんでコーヒーガチなんですよね。はい、ちょっと時間かかりました。ポテト M とチーズバーガー、これで 8.5 ユーロなんで、だいたい1200円、いやもっとするか、1500円はいかんけど1400円ぐらいかな。かなり高いね。まあでもこれがヨーロッパの物価です。まあ、急いで食べます。チーズバーガーですね、普通の。朝食も食べ終えてホームに向かいます。このね、斜め型のエスカレーターを登っていくと立派な駅が広がるんですよね。いいっすね。もう発車の10分前切ってるんで、多分ホームも出てると思うんで列車に向かいましょう。改札の中入りました。マルスペンサーエクスプレスの1番線からの出発ということで、めっちゃ遠い。ちょっと早めに来た方がいいですね。これ左の列車、9時25分発の2932列車かな。これ右の車両、日立製ですね。日立といえど、イタリアってね、日立の工場があるんで、イタリアで作られた車両ではあるんですけども、日立とね書いてます。他乗るのは左に止まってる列車ですね。
何これタッチするのここに。あ、OK みたい、うん、ここでタッチする必要があるね、うん、よし、では乗ろう。座席はね、自由席になっているので、まあ、好きな席に座れば OK で、今回は第一ターミナルなんで T1 で降ります。あ、専用車両だね、マルペンサエクスプレスって書いてあるわ。よし、では乗りましょう。列車なんですけど8両編成ぐらい繋いでるのかな。で、後ろの編成めっちゃ混んでるんだけど前の編成超空いてる。前の起きた方がいいよ、後ろだと座れなかったわ。ということでこちらでマルペンサ空港まで大体1時間ぐらいかかるのかな。結構遠いんですよね。ミラノのこの街の中心地から大体50キロぐらい離れてる空港なんで、直線距離とかでね結構時間かかります。はい、まあでもこれだったらね快適に行けるね。コンセントとかもついてます。はい、9時25分になりました。ミラノ中央駅を出発、マルペンサー空港第一ターミナルに向かいます。あ、空港まで13ユーロ。まあ、めっちゃ高いってわけでもないけど安いってわけでもないよね。ちなみにバス使うとね大体10ユーロぐらいで行けるみたい。まあ3ユーロぐらいしか変わらないんだったら鉄道でいいんじゃないかなって個人的に思いますけどね。大体鉄道の方が20分ぐらい短いのかな。Per la vostra sicurezza, su questo treno è attivo il sistema di videosorveglianza. Vi chiediamo infine di mantenere pulito il posto che occupate, gettando eventuali rifiuti negli appositi contenitori presenti sul treno o nelle stazioni e di abbassare la suoneria dei vostri telefoni. 落書きがほぼ必ずと言っていいほどあるね。高速鉄道の車両にはさすがに落書きないけどね。We invite you to leave the seats free of bags, backpacks and personal items.We inform you that, for your safety, this train is equipped with CCTV cameras. Please remember that smoking is not allowed on the train. いっぱいよね、この建物。歴史的価値あるんじゃん。This train is equipped with a fire detection system. At last, we ask you to keep the occupied seat clean and not to leave any waste on board the train. Thanks for your cooperation. Enjoy your journey. はい、ということで、まあ、50分。まったりしながら空港に向かいます。途中駅もあるみたいですね。ミラノ中央駅は本当に線路が複雑なんでもう何が何やらって感じですね。奥にフレッチャロッサを1000番台かな止まってますね。あそこね、ちょっと今回見えないかな、蒸気機関車が置いてあるんだよね。あ、見えるかな、右の方。おお、イタロだ。かっこいいね。Suburban lines M2, M5, S6, S7, S8, S11, and regional trains. いや、この辺結構見応えあるよね。おお、合流してくる。2階建てだから。すごいでかくてね、迫力もある。イタリアの鉄道結構好きだな、個人的に。ヨーロッパの中では。複々線のような感じになっていてかなりスピード出して走っています。一応ねこれ特急ですから、特急らしい速さですね。乗り心地はね、はっきり言ってそこまで良くないですけども、結構揺れるんでね。ま
でも車内ガラガラなんで、そういった意味では快適ですね。結構駅間も短いね。ミラノのちょっと郊外って感じかな。ミラノ中央出発して約1時間ですね。これ管制塔かな。まもなくミラノマルペンサ国際空港に着きます。結局ね、若干遅れての到着、5分くらい遅れてんのかな。結構時間ギリギリ、今10時20分前なんですけど、ボーディング開始10時45分なんですよね。あと25分。まあ、今回はコペンハーゲンまで向かうということで、まずはね、宣言協定圏内なんで、まあ、日本でいうところの国内線と同じような感じではあるので、出国とかないからね。まあ、まだなんとか耐えって感じではあるんだけど、あ、ここも止まるの？これ駅か。駅じゃないか、通過するかな。あ、駅じゃないわ、なんか信号場みたいなところかな。そう、国内線みたいな感じなんで、まあ、保安検査だけですからね、まあ、なんとか耐えかなって感じ。着きました、マルペンサー空港の第1ターミナルになります。第2ターミナルまで行く人はね、このままあと1駅乗るのかな。はい、では行きましょう。今回預け荷物もないので、こんなギリギリに来てますけども、預け荷物などがある場合はもう1時間前とかに締め切られると思うので、もっと早めに来ましょう。まあ、預け入れ荷物なくてもね、早めに来るべきだと思うんだけど、はい、ちょっとホテルでゆっくりゴロゴロしてるとかなりギリギリになっちゃった。では行きましょう。ターミナルに向かってるんですけど、なんかすごいね、倉庫みたい。この先が第一ターミナルになります。おそらく ANA も第一ターミナル使うことになると思うので、もう少しするとね、ここから東京羽田空港まで直通で帰国できるわけです。楽しみですね。 ANA のミラノ線はね、乗ろうと思ってるんで、また今年中にミラノに来ることになりますね。出発フロアの方まで上がりましたけども、そんなにキャパ自体は大きくないんだけど、人がすごくいるので、うん、結構なんか息苦しい感じの空港ではありますね。わちゃっとしています。はい、ちょっとスケジュール確認しておきましょう。バーッとフライトスケジュールが出てるんですが、今回利用するのはこの左から2つ目の画面の上から 3,4,5,6,7 個目かな、11時20分発のコペンハーゲン行き SK1686 便に乗ります。はい、もう出発1時間前切っていますね。アゼルバイジャン航空就航してるんだ、知らんかったな。バクー、へえ、それは意外だったな。まあ、やっぱヨーロッパが目立ちますね。うん、当たり前だけど。ということで、もうこのまま行こうかな。あ、エアカナダ大西洋横断路線ですね。まあ、いろいろあるんですけども、さっきも言いましたが、今回預け荷物もないので、もうこのまま保安検査受けて制限エリアの中に入っちゃおうと思います。あれ、奥から飛行機見えるのかな。なんかちょっと古さは感じますよね、この空港から。こんな感じ、出たライアンエア、みんな大好きライアンエアで、奥にはアメリカン航空とか、あれ中国系の航空会社なんじゃないかな。うん、中国っぽいよね。とか、まあ、いろいろ止まってる、デルタとかね、大韓航空も止まってるね。シンガポール航空も奥に見えるわ。うん、まあ、見たことあるような航空会社ばっかりです。はい、では結構混んでるな。保安検査抜けて制限エリアの中入りましょう。保安検査抜けました。そんなに混んでなかったんで、サクッと抜けれましたね。最初混んでるかなと思ったんですけども、今10時40分、あと5分で搭乗開始なんで、ゲート向かいましょう。なんか日本人がちらほらいるんだけど、あれかな、大韓航空とかで買えるのかな、なんかそんな気がする。うん、もしくは中国系か、どっちかかな。あと、まあ僕みたいにね、ヨーロッパ他の都市経由して買えるって方もいるとは思うんですけども。では今回 A-09 のゲートから出発ですね。免税店エリアがあります。ゲート前に行きました。こんな感じです。結構歩きましたね。
ヨーロッパ便が固められてますね。今回はこちらのスカンジナビア航空 A バスの A320NEO かな、こちらでデンマークコペンハーゲンまで向かいます。だいたい2時間ぐらいのフライトですね。もちろん国際線ではあるんですが、宣言協定圏内ということで出国とかね、そういったイミグレは一切通っていません。宣言協定圏内のフライトと宣言協定外のフライトでエリア分けられてる感じかな。このスターアライアンスのマークも間もなく見納めになりますからね。もうおそらく今回がスカンジナビア航空スターラ抜ける前の最後の利用になるかな。もう夏にはスターラ脱退ですからね。コペンハーゲン行きです。エティハド航空とかともコードシェアしてるんですね。今回ね、31の A 一番後ろ指定したんだけど、窓側なんだけど窓ないんだよね。なのでちょっと一つ前の窓をね借りる形になります。でもうすでに出発時間からだいぶ過ぎて、もう機内に30分ぐらいいるんだけど、30分以上いるんだけど、まだ動かないですね。また貨物室が空いてるみたいで、荷物の搭載に時間かかってるらしいです。遅れるね。コペンハーゲンで3時間の乗り継ぎがあるので、別に多少の遅れは問題ないんだけども、そんな感じです。もう少し時間かかりそうですね。もう1時間近く待ちました。12時5分ようやくねプッシュバック開始。いや長すぎる。滑走路に向かいます。しました。今回窓側だけど窓がないので左壁なんですよね。窓がない窓側席ってかなり圧迫感があってきついですよね。いや満席で身動きも取れないし2時間寝ます。国際線ではあるんですけども、機内サービスエコノミーに関してはねドリンクのみなんですよね。コーヒーか紅茶なんで、今回もねコーヒーにしています。食事とか軽食はね何もない、これがねヨーロッパ国際線あるあるですね。ほぼ LCC みたいなもんなんだよね。さすがにねシートピッチも結構狭くて、隣の方ねガタイいいのでちょっとかなり窮屈感はあるね。しかも横壁だしね、仕方ないわ。Items heavier than 1 kg, for example a laptop, must be stored in your cabin baggage. Vi skal nu forberede kabinen til landing. Venstre stolerøg og bordet op. USB-kablet skal pakke op ved siden, og der skal være blinde syn gennem videoerne. Håndbagagen skal vi...
めちゃくちゃ衝撃強かったですね。まあ、なんとか着陸したけど。スポットに着きました。なんかニューヨーク行きの便乗る方は早くしてみたいな放送があって、結構バタバタしてるね。スカンジナビア航空ニューヨークにも就航してるのか。そういやコペンハーゲンに関しては東京羽田にもね、スカンジナビア航空週4便かなぐらい飛ばしてるんですよね。まあ、今回それで帰ってもよかったんだけど、まあ、去年ね上海線使ったじゃないですか。上海コペンハーゲンで SS 乗ってるんで、まあ、似たような感じだと思うんでね、まあ、今回は LOT 選んだわけです。はい、ということでまあ僕は別にあと2時間ぐらい乗り継ぎがあるんでゆっくり降ります。飛行機合気しました。前と後ろどっちからも降りれたんで今回後ろからね降りました。後ろからだとボーディングブリッジではなくて歩かされます。でも風に当たって気持ちいいし飛行機下から撮れるんで結構好きですね。はい、ではこのまま上上がりましょう。出たノルウェージアン、この前乗ったね。今年奥にタイ航空も止まってる。タイ航空意外とね北欧はね就航してるんよね。コペンハーゲンとか。ヨーロッパの空港って結構無機質な感じが多いんだけど、北欧はね結構気のぬくもりを感じれるあったかいデザインの空港多いよね。好きだわ。セブンイレブン GO もある。久しぶりに来た、懐かしいな。はい、ではあと2時間次のフライトまであるので、もう今回スカンジナビア航空のラウンジでね、作業をちょっといろいろしないといけないのでして過ごそうと思います。まあ、サツのラウンジに関してはここのラウンジ前回来た時に割と詳しく動画で撮ったと思うので、ちょっとまあ今回も省略でいいかな、はい、と思ってます。で、まあ、こんな感じで自販機あるんだけど、やっぱ北欧に来ると一気に価格上がるね。ヨーロッパの中でも、うん、高っ。水とか6700円ぐらいします。うん、まあ、空港価格というのもあるけどね。まあ、とりあえず北欧はとにかく物価高いです。デンマークですね。右奥に見えているのがイミグレーションですね。 C のゲートと D のゲートに関しては宣言協定圏外へのフライトなのでイミグレがあります。で、これねスカンジナビア航空の宣言協定内のラウンジになりますね。結構雰囲気良くてねおしゃれですよ。今現在はスターアライアンスゴールドで入りますけども、もう間もなくするとスターラゴールドでは多分入れなくなると思うので、残念ですけどもね。はい、まあ、このラウンジに関しては以前、スカンジナビア航空の動画でねこのコペンハーゲンからフライトに乗った時に紹介してるんで、そちらで確認してください。はい、ではあと2時間ぐらいあるんでもうラウンジ入ってね作業して過ごします。ちなみにねプライオリティバス使えるラウンジとかもね多分あると思います。うん、さすがにないわけはないよね。はい、ということでラウンジで過ごします。結構かっこいいでしょ。はい、ラウンジを出てゲートに向かいます。今回なんですけども A の20番のゲートみたいですね。で、このコペンハーゲンのこっちのエリアには初めて来たんだけども、結構店も多くていいっすよね。もちろんあのスカンジナビア航空のラウンジもすごいオシャンティーでねいいラウンジではあるんですけども、レストランもたくさんあるし結構過ごしやすそうです。はい、ということで行きましょう。もう搭乗開始分だと5分ぐらいかな。まあ、コペンハーゲンからワルシャワまでは1時間ぐらいのフライトになります。で、時差は発生しないですね。イタリアもデンマークもポーランドも全部同じタイムゾーンです。助かる。日本との時差7時間ですね。まあ、今日ねこの後夜長距離便が待ってるので、まあ夜便になるんで寝ればいいんだけど、日本に到着するのがねまたその18時半とか夕方なんですよね。ちょっと微妙な感じの時間ではありますよね。はい、ということで行きましょう。 A の20番、コペンハーゲンからワルシャワまでまたスカンジナビア航空使うんですが、エンブラエルになりますね。エンブラエル195だったかな。こちらでワルシャワまで1時間ほどのフライトですね。ちなみに今回航空券なんですけども、イタリアのミラノからこのコペンハーゲン経由ワルシャワまで一括で買っています。で、片道だいたい2万2000円とかだったかな。もちろん LOT 使ってもよかったんだけど、 LOT だとね5万円ぐらいしたんですよね。うん、あのミラノからワルシャワ直行便が3万も安くなるんだったらね、別に経由便でねスカンジナビア航空乗れるしこっちでいいやということでこちら選択しました。まあ、できるだけねいろんな航空会社乗った方がいいと思うんでね。はい、ということでスカンジナビア航空のエンブラエル機初めて乗るか、いや2回目かな、こちらでワルシャワに向かいましょう。ゲート前ですがプリーズウェイトになってますね。ワルシャワ行きの SK2751 便に乗ります。
5分遅れかな、はい、もう少し待ちましょう。これね、隣に止まっている KLM の飛行機なんだけども、これもねエンブライル195ではあるんだけども、なんかやけに長いなと思ったんですよ。で今あのツイッターで投稿するとね、まあ、飛行機に詳しい広村さんが答えてくれたんだけども、派生型で合ってるみたい。エンブライル195の派生型、あのエアバス A320 ってネオとかあるじゃないですか、まあ、あれとなんか同じような見た目、同じようなノリっていいと思う、うん、よくわかんないけど、でもかっこいいよなと思ってね。これあの基本エンブライル機ってそんなかっこいいなと思わないんだけども、これはなんかいいなと思う、うん、エンジンもなんかすげえピカピカだしね、結構デカめよね。初めて見たこんな、これ乗りたいなと思ったんだけど、これ残念ながら KLM なんで今回乗りません。ヨーロッパいろんな飛行機飛んでて面白いね。ようやく搭乗始まったんで乗り込んでいきます。エンブライル195ですね、よろしく。こう横から見てもねやっぱ長いよね、あの E195 ね。最初遠目で見た時ね、787とかなんかトリプルみたいな、それぐらいでかいなと思ったんですけど、見間違えるわ、長い。エンブライルシリーズで最長の長さらしいですよ。ということで行きます。 KLM の写真撮ってたらね、優先搭乗とか終わったんで最後の方に乗ろうと思ったんですよ。でてっきりここに止まってる飛行機かなと思ったら、なんか違うみたいで今からバスに乗るみたい。うわ、てか雨降ってきたし、いいね。こうまあゆっくり下から眺められるの結構好きなんだけどね。奥に KLM、 エンブライル195の派生型も止まってる。でここのバスなんだけど1台しかなくてもう乗れないっていうね、困ったもんです。最悪よ、雨降ってきた。やっとバス乗りました。さっきね一回出てきたんだけども、雨降ってきたんで一回戻って、で10分ぐらい待たされて、でもようやくもう一回バス来たんで外出てきたって感じですね。雨は止みました、はい。ということでもうだいぶ遅れそうだね。今も17時10分とかですからね、定刻16時50分発なんで、まあ別にこの後ワルシャワで4時間ぐらい時間あるんで僕的には問題ないんだけども、はい、ということで飛行機に向かいます。宣言圏外の方に行く飛行機が集まるエリアまで来ましたね。これエアチャイナの A350-900、 エアチャイナの350もねまだ乗ったことないので乗りたいんだよね。まあ、先月はブラジル行くときとかね、結構エアチャイナのお世話になりましたけども、ちょっと最近ね中国系の動画多かったと思うので、ちょっとしばらくはね中国系の動画あの控えようと思っています。飽きるからね。でもまだまだエアチャイナとかね中国では乗りたいネタがたくさんあるので、今後もねお世話になります。おお、ケータリングの車かな。ヨーロッパ来るとき中国系は安いからね、大学生の方とかにはおすすめです。着きました。本日お世話になる搭乗機はこちら、スカンジナビア航空のエンブライル195でございます。 SE の RSM かな、機体番号は。機内入りましたけども、やっぱエンブライル機なんでかなり小さいですね。で今回なんですけども 15A エマージェンシーのシートになります。何かあった時はね援助しなければなりません。まあ、大きい声出すとかね、コミュ力があるとか、まあ、そういったのが問われますよね、はい。ということで今回こちらで行きます。だいたい1時間ぐらいの短いフライトですね。非常口席ということで足元はめちゃくちゃ広々しています。まあ、この後も CA さんからね、非常時助けてねみたいな、手伝いよみたいなこと言われると思います。非常口はね下に荷物置けないので、それがちょっと大変だね。17時20分ドアが閉まりました。ちなみにドアの開け方とかここのやつ読んどいてって言われました。安全のしおりはこれ全席共通かな。エンブライル190、195ですね。エンブライル190は日本でも飛んでるね。
17時27分ようやくプッシュバック開始。足元にね USB と Type-C の充電ポートついてます。離陸します。先ほどと同じですね。普通席エコノミーに関しては紅茶かコーヒーは無料でもらえます。それ以外のドリンクとか軽食お菓子はね全て有料ですね。ちょっとコーヒーばっかり飲んでるんで今回は紅茶いただきました。ストレートティーですね。やっぱエンブラエル機でしかも今回エンジンの真横ということもあってかなりうるさいね。目の前にエンジンがついてます。スカンジナビアン、青空が広がるね。もう1時間とかのフライトなんでもう多分あと20分ぐらいでね着陸態勢に入ると思います。一瞬です。時刻は18時30分です。もうね着陸態勢の方に入りました。Good afternoon from flight まもなくポーランド、ワルシャワ、ショパン国際空港に到着です。ポーランド、ワルシャワの地が見えてきました。そういや2024年の年明けはワルシャワで過ごしていたんですよね。懐かしい。約6ヶ月ぶりに戻ってきた感じ。東ヨーロッパなんで、まあ、他のヨーロッパと比べると物価はね若干下がるから、まあ、それこそイタリアのミラノ出発して一回ね北欧に行って物価が一気に上がりでまた東ヨーロッパに来て物価が下がるといったような感じの移動ですね。結構見てもらったら分かる通りね緑も豊かで落ち着いた感じの街ですね。ワルシャワは時間あればねアウシュビッツ強制収容所とかも行きたかったんだけどもうちょっと明日からまた日本で予定が詰まってるんで時間ない。あ、LOT の787ダッシュ9ですね。後で乗る機材です。お、ナイスランディングですね。スポットに着きます。隣は LOT ですね。もちろん LOT の拠点空港になりますから
ターミナルはね、一つしかありません。飛行機移行機しました。この空港もね、到着と出発の動線が同じなので、もうめちゃくちゃ混んでるわ。うん、この飛行機遅れて到着したのでね、若干折り返しの便も遅れるといったような形です。はい、では、あ、これ LOT か。今回は入国とかはねないですから、このまま制限エリア外の方に出ます。ほんと楽だね、宣言協定圏内の国際線は。というわけで税関通ってね、外の方に出てきております。はい、ということでね、朝イタリアのミラノ出発して、デンマークコペンハーゲンを経由してポーランドのワルシャワに到着しました。飛行機乗ってた時間自体は3時間ぐらいなんだけど、途中待ちがね3時間ぐらいあったし、でまあいろいろと遅延とかもあった関係でね、結構疲れましたね。まあ、2回目のフライトは全然楽だったんだけど、1回目のフライトは正直結構きつかったね。2時間少々のフライトだったんだけども、一番後ろの窓側で窓がない横壁ってやつね、あれ結構圧迫感あるんでね、座席指定するときに回答どうしようね、窓側だけど窓ないですよみたいな、まあ、日系とかだったらそういった表記あるんだけども、あんま外資系ってそういった表記とかねないので、ちょっと優しくないかなっていうふうには思います。はい、まあ、スカンディナビア航空自体はね、今まで何度も動画にしてきてると思うので今更感あるんですけども、いつも通りのサービスですね。まあ、国際線なんだけども、エコノミーの場合は紅茶かコーヒーだけ無料、それ以外は全て有料っていうね。もちろん長距離国際線の場合は別で、長距離国際線の場合は無料で食事も提供されるし、アルコールとかもね無料でいただくことができます。短距離とかね、宣言協定圏内の国際線の場合はああいった感じになるってことはね、頭に入れておいた方がいいかな。大体のヨーロッパ系の国際線はああいう感じになります。フルキャリアなんだけど、もうほぼ LCC とあんま変わんないじゃないかみたいなね。うん、もう正直 LCC でも全然いいんじゃないかなと思いますけどね。ヨーロッパ内の移動って、まあ、1、2時間とかのフライト多いですから。はい、まあそんな感じです。でもスカンジナビア航空に関してはもうスターアライアンス脱退ということで、おそらくスターラ脱退する前に利用するのは今回最後だと思います。うん、まあ結構お世話になってるんでね、何気に、まあ、スターアライアンスゴールドとかも使えたんですけども、まあ、今後はスターラゴールドとかは使えなくなり、まあ、スカイチームのスカイプライオリティですね、そういったのが、使えるようになると思います。また新しくねスカイチームに生まれ変わった後に羽田コペンハーゲン線のねスカンジナビア航空を乗ろうかなと思ってるんで、その時またよろしくお願いします。はい、ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。さっきも言いましたが、もう今から日本帰ります。この後のフライトで日本帰るんで、まあ、次回ね LOT ポーランド航空長距離線の、ビジネスクラス予約してるんでね、そちらの動画よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。